はい、どうもおはようございます。オレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算179日目ということで、今日もやっていきましょう。オレンジ先生はどこだということで、3秒です。3、2、1、そこまで。今回は括弧2番のこの愛知工業大学の行という字の中に隠れていましたということでね、見つかったでしょうか。さあ今日の学校です。括弧1番が愛工中学校、括弧2が愛知工業大学名電中学校、括弧3が市川中学校からの出題です。今回のオレンジ先生タイムは2分35秒ということで、結構早めのタイムとなっております。これを参考に制限時間5分としております。タイム、質問、ご意見など気軽にコメントください。よろしくお願いします。そして問題版書データが欲しいという方は、ぜひオレンジメンバーレベル2というメンバーシップ制度、ぜひご検討ください。よろしくお願いします。それでは白い紙とペンを用意したら始めていきましょう。3、2、1、どうぞ。
はい、そこまでにしてください。まだ解きたいという人は一旦動画を止めて自分の納得いくまで解いてみてください。それでは答え見てみましょう。ドン。カッコ1が5、カッコ2が5分の21もしくは 4.2 でももちろん構いません。カッコ3が37でした。いかがだったでしょうか。それではね、まずはカッコ1番のリプレイ動画をどうぞ。はい、ということで、まあこの問題はね、小数分数混合問題で、しかもね、こう出てきている小数が全てまあ暗記しておかなきゃいけない、まあ 0.25 シリーズですよね。ですからまあそこまでね、ちゃんと覚えることを覚えていたら難しくないのかなと思います。ただし計算する順序がね、若干ややこしいので、まあ逆トーナメント表などを用いて間違えないようにしましょうというところで、まあ 0.25 4分の1で、 2.25 は4分の9ですね。まあ2と4分の1だからということです。 1.75 も1と4分の3だから4分の7と、分数で変換してやれば一個一個ね、あとは計算するだけという風になります。まあ分数で処理したらいいんじゃないかなと思いますね。はい、この5というね答えはぜひ合わせておきたい問題でした。はい、それではね、カッコ2番のリプレイ動画をどうぞ。はい、この問題もまあ大して難しいことはないですかね。ただ括弧がね、小括弧中括弧と2種類出ているので、まあ、計算する順序間違えた人もまあちらちらいるかもしれませんね。はい、間違えないように僕はこういう逆トーナメント表を使っていますということで、最後の計算ですね、最後の計算だけはまあ一気にできるよねということは言っておきたいです。 12÷2×0.7 というところですね。で、 12÷2 のところをね、もうこの分数式というかね、分子割る分母っていうのを使って表現しています。2分の 12×10 分の7というふうに一気に計算してしまうと。で、まあ10分の42、5分の21にしてもいいし、まあ10分の42って、まあ要するに42の小数点1個左に持っていけばいいだけの話なんで、 4.2 と僕は答えています。他に言うことはそんなにないですかね。なのでこの問題も、まあ間違えちゃうとちょっとね、痛い失点になるのかなという問題でした。それでは最後、カッコ3番のリプレイ動画をどうぞ。はい、ということでこの問題はうまく工夫ができたかどうかっていうところが試される問題でした。まあ一見ね、なんか全部バラバラのように見える問題なんですけれども、だからね、もし工夫に気づけなかったとしたら、一個一個ね、2桁かける2桁の計算をしなきゃいけないんですけれども、実はこれ3段階に分かれる結合法則なんですよね。珍しいですね。まあ多くても2段階結合が多いんだけど、今回3段階結合ということで、気づけた人少ないんじゃないかなと思っていますが、まずは1個目と3つ目ですねのグループを見てみると、13が共通していると。でそれ以外はもう全く共通してないですね。36とか24とか35とか37っていうのは出てきていないと。13のみが1つ目と3つ目で共通している。じゃあちょっとこれまとめてみようよということで、結合法則です。 13×、まあ、そのままですね、 17+19 をしてみると 13×36 という結果になる。でこれ計算せずにこの掛け算の分解のまま残しておくんですね。そうすると今度は、まあ、今残ってんのってこの 13×36 っていうのと、2つ目4つ目のブロックが残っている。でそれを見てみると、36がこの新しく出てきたものと2つ目のブロックで共通すると。じゃあ36で結合法則2段階目ですね、やってみると、 36×13+24 ですねっていう括弧ができて、ここを計算すると37、つまり 36×37 っていうブロックが出てくると。これも計算せずにそのまま掛け算の分解の形で残しておくと、今残ってるのって新しくこの出てきたブロックと一番最後のこのブロックなんですね。でそれを見てみると37が共通してるじゃん。
ってなって37でじゃあ結合法則3段階目ができるわけ。そうすると 37×36 で、ここちょっと注意だけど引くね、この4つ目のブロックについてる符号って引くだから、引く35としてやると、そうすると 37×1 っていう風になるので、まあ、37と。だからつまり結合法則に気づかなければこれ全部暗算ではできないですよね、なかなかね、うん、筆算を使ってゴリゴリするしかないんだけど、3段階の結合に気づければ一切筆算とか使わずに暗算だけでできてしまうと。だから早く解けたということですね。だから今回僕は2分35秒でできたんですけど、早くできたのはおそらくこのカッコ3番で工夫ができたので、まあ、暗算でスパスパッと解けたことが多分早いタイムにつながっていると思いますので、もしこれ気づけなかったとしたら普通に3分台いったんじゃないかなと、早い人でもね4分5分いったんじゃないかなと思いますので、こういうね結合法則が見抜けるようになるとさらにいいですねっていう感じです。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。先ほども言いましたが僕は2分35秒でできました。皆さんはどれぐらいのタイムでできたでしょうか。よろしければコメントで教えてください。はい、ということで今回以上にしたいと思います。この動画よろしければグッドボタンを押しておいてください。そしてチャンネル登録まだの方ポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。